持ち込んでなかった。持ち込んでディフェンスしました。誰だラーメン屋って言ったの。これね、サポーターから愛されてる森田選手、ハードワークからチームが一つになって生んだゴールのゲームじゃないでしょうか。みんなの気持ちが多分乗ってゴールできたと思います。チームにとって9試合ぶりの勝利がここ山梨中銀スタジアムでした。いやもう実際ホッとしてます。交代してね、外で見てるとそんな感じ感じて、最後ドキドキしてましたね。やってる方が楽です。挨拶できるような試合をこれから準備ができるのでお願いします。